思い出の積みプラレ流集。バンダイ、宇宙の騎士テッカマンブレード。ソルテッカマン。宇宙の騎士テッカマンブレードとは、1992年から全49話が放送された、タツノコプロの最強の人手なしスタッフが作った、超ハードな SF ヒーローアニメである。最近、スーパーロボット対戦なんかに出演したおかげで知名度は上がったんだけど、ロボットアニメと勘違いされてる作品なんだよね。なんというか、毎回すんげー救いようのないストーリーが続くんで、スタッフは人手なしとまで呼ばれた作品なのだー。当時は、アニメのリメイク作品がバンバン出てた頃なんで、テッカマンの新作と聞いた時には、またかよ、って思ったアニメファンが大勢いたんだよ。しかし、テッカマンやスペースナイツといったキーワードや、一部の設定を使用しているだけで、純粋なリメイク作品じゃないんだよねー。実際のところ、テッカマンのオマージュ的な作品だった、デトネーター黄金に触発されて誕生した、全く別の作品だったのだー。ソルテッカマンとは、スパイとしてスペースナイツに潜入していた、バルザック少佐が収集したテッカマンの研究データや、お土産にフリーマンからもらったデータをもとに開発された鋼鉄製のテッカマンである。早い話がパワードスーツなんだけど、セイントセイヤで言えばスチールセイントみたいなカマセイヌ的なキャラクターなのですよ。劇中に登場したのは、バルザック少佐が乗るグリーンの1号機と、ノアルが乗るブルーの2号機の2体だけなんだよね。ダダム銃を一発で消滅させるフェルミオン砲が売りで、他の武器は用なし。フェルミオンがなくなるとパワーダウンする弱点まで持ってるんで、ラダム側のテッカマンにはまるで相手にならなかったものなのさ。そんな中、ソルテッカマン1号機に乗っていたバルザック少佐も、テッカマンエビルにフルボッコにされて行方不明。再登場したかと思ったら、人相が変わったどころか別人みたいな顔になって野良作業なんてやってたわけですよ。トマトがうめえ。なんやかんやで、再びソルテッカマンで戦うことになり、1号機は、レビンに魔改造されて拡散型のフェルミオン砲装備型に改良されたのですよ。最終決戦では、2号機に装備された干渉スペクトル砲で、テッカマンソードを相手に前線するんだけど、最後は一緒に大気圏で心中してお星様になっちゃったのだー。け、しつこい女は嫌いだぜ。ノアルが乗る2号機は、出番が多かった割に初登場のシーン以外記憶に残ってるシーンがないよねー。やべえ、本当に思い出せねえ。師走で忙しいってのに悩んでる場合じゃねえのよ。時間切れー。キットの値段は800円。1992年の発売度末。テッカマンよりもこっちが好きー。なんてファンもいるほど評判が良かったキットなのですよ。その割には今でもたまに見かけるんだよね。あんまり売れ行きが良くなかったのか。今でも各地で戦っているのですよ。本当にね。パワードスーツ好きにはたまらないキットだよね。パーツの成形色も多く、色分けも考えられており、テッカマン同様、ボディに2箇所のボールジョイントを内蔵してる優れもの。当然、腰や足首もボールジョイントなんで、いろんなポーズが取れるのですよ。安っぽい部分が多いのが痛いけどね。20年以上前のキットにしては、上出来の部類のキットなんだけど、残念ながら、後期型の1号機にするパーツは入ってねえのよ。参ったねえ。しかーし、嘆くことはないのですよ皆の衆。ちゃんとバンダイさんが、すんばらしいキットを用意してくれていたのですよ。B クラブの16分の1スケール、ソルテッカマンバルザックカスタムパーツ、税抜き3600円ですぜ。これさえあれば、かっちょいい後期型の1号機を再現できるのだー。瓦礫じゃん。アーマープラス版を買った方が早いよね。次回のキットは、これだ。